皆さんこんにちは、パステルパレット若宮イデ役の畑沢子です。ガルパとゾンビランドサガリベンジのコラボを記念してコラボイベントの見どころを、解説いたします。まず今回のコラボイベントのあらすじを紹介します。佐賀県のお祭りでライブをすることになったパスパレ。初めての地方遠征に気合十分な一同だったが、思いもよらないとんでもないトラブルが発生してというお話になっています。今回のコラボイベントでの、イブちゃんの見どころはですね、何があっても仲間を信じる一途でまっすぐなところです。素直な一面が見られると思います。そしてイブちゃんの特訓後イラストがこちらです。フランシュシュの夕霧をイメージした衣装になっているそうですよ。いや、あの夕霧さんがね、なんていうかこう和というか、まあちょっと花魁の方みたいな感じなので、イブちゃんもすごくこう和のものが大好きなので、すごく喜ぶんじゃないかななんて私も思います。今回のイブちゃんはですね、報酬のメンバーとして登場いたします。ぜひ皆さんイベントを楽しんでゲットしてください。さて、そんなゾンビランドサガリベンジのコラボは6月20日日曜日15時より開催です。あ、もう私もすごく楽しみにしてたイベントなので、皆さんに早く楽しんで、そしてなんか笑ってもらったり泣いてもらったりしたら嬉しいなって思います。パスパレのアイドル魂、僕とご覧あれ、コラボイベントよろしくお願いします。